はい、皆様おはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。今天理神社に来てるんですけどね、赤ゲラですね。あ、裏行っちゃった。いいですね。あ、飛んでっちゃった。いるんですね、丁寧にも赤ゲラが。初めて見ました、丁寧で赤ゲラが。結構ですね、アライグマとかはそこら辺歩いてたりするんですけれど、なかなかね、アライグマそういうのもあれなんですけど、赤ゲラこの前丸山の原生林でも、ちらっと見てんですけれどっていう感じですかね。今日はですね、市民カレッジ、なんかその地エリアで障害学習センターで、なんかその各区のなんかそういう歴史を勉強しましょうみたいなのがあるらしくて、ちょっとですね、今回、私自身が講演したわけではないんですが、ちょっと原稿のお手伝いをさせていただきまして、ちょっとですね、参加はできなかったんですけれども、仕事の関係ちょっと終わり際に顔を出させていただいたというような感じです。こう見ると手稲山のこの山体崩壊の流れ山の地形といえばいいんですかね。本当にここだけ突出して高いところにあるなっていう感じです。そして今回は新川神社の社殿としても使われていたその御輿殿、昔は前田農場の御弁殿だったよみたいな話とか、そういうのも結構入れさせていただきました。新川神社時代よりもさらに前ですね、この手稲神社のこの御輿殿っていうのがここにあるんですけれど、これがですね、元は明治44年の8月、大正天皇がまだ皇太子だった頃にですね、飛んでった。明治44年の8月にその前田農場を視察するということでですね、その時に使われた、休憩所というようになっていまして、その後昭和19年のことだそうです。新川神社の社殿が壊れたということで、そちらに1973年、手稲神社に新川神社が合祀されるということで、こっちに持ってきたということになっております。赤ゲラですね。うまいこと隠れちゃいますね。はい、で一応ですね、なんか天理神社のその社史には昭和29年の東山丸台風で新川神社の社殿が壊れたというふうに書いてあるんだそうですけども、前田農場の方の記録ではですね、昭和19年のことなんだそうです。新川神社の社殿が壊れたのが、その19年と29年がどこかで変わって入れ替わってしまったっていうことみたいですね。昭和29年の東山丸台風は相当大きな被害をもたらしたので、そういう印象が何かを先行してしまったのかなっていうようなところですかね。はい。ということなんですよね。はい。こう見ると随所にこうやってツルメの軟石がありますね。非常にいいですね。今、赤ゲラいると思ってね、カメラ回したんですけども、あっという間にどっか行っちゃいましたね。はい。ちょっと最近なかなか、今回の原稿の件とかもそうなんですけど、ちょっと、郷土史研究会、丁寧郷土史研究会の、やんなきゃいけないこともなんか重なって、ちょっといろいろ忙しくてですね、あんまり前ほど動画出せてはいないんですけども、郷土史研究やめたわけではないので、今後とも皆様、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。